朝村無期朝村無期は中国の諸島を代表する政治家。党の大層の朝村皇后の兄であり、党朝の外籍にあたる。字は、タスクキ。本願は、河南軍落葉県。党のしのげけ無理核十四更新の第一位に挙げられた。隋の右、行英将軍、朝村明の子として生まれた。朝村氏は、検定の時に、その兄を、バツバツ氏とし、 後に、勘化して、町村氏に改めたという。北儀の道部邸により、喪失の長とされ、赤老集団中においても、危険中の危険とされる門地であった。609年の父の死後は、イボ兄の町村暗行と折り合いが悪く、母方の叔父の講師家を頼った。町村無期は、学問を好み、文章や師匠に通行した。617年、当の高祖李縁が、 大元で騎兵して、長安を奪うと、長春宮で越見を受けて、異北道行軍天下寺に任じられた。李世民の聖戦に従軍し、非武郎中に累進し、上等健康に封ぜられた。626年の元武門の変の時、暴言令、途上都合モリラと共に、襲撃の計画を定めた。李世民が皇太子となると、その功績により、太子左諸子に昇進した。 大操の即位後、佐竹志功大将軍となった。627年、微武将所に転じ、功績第一として、聖国公に進む風された。唐の元君、外籍として、礼遇を受け、内定に自由に出入りできた。同年のうちに、将所右牧屋となった。時に、唐は、突血の血理河岸と名役を結んでいたが、突血の内紛に伴い、 突決を攻めるように進める進化が多くなった。大層は、章と、町村向きに、突決に対する政策を尋ねた。章は、攻撃するのがよろしいと答えたのに対して、町村向きは、来るのを待てば、よろしいと答えた。大層は、町村向きの答えに、前主としながら、実際には兵を出して、突決を攻め取った。町村向きの県庁が重すぎることから、これを抑制する。 要進言する者もいたが、大層は、町村向期を信任して徴用し続けた。町村向期は初心の死死を恐れて、自ら町村皇后を通じて大層に働きかけ、牧野の地位を知りき、海譜義道三種となった。633年、四空、諮門課長所時に任命されたが、これを断った。講子門は、外籍が参考の地位にあることは良くないと進言したが、 なおも大僧は、町村無期を仕空とすることにこだわった。町村無期が、さらに固辞したので、大僧は許し、異様取り符を作って賜り、功績を称えた。上州市市となり、朝国公に改め封された。後に使都に進んだ。643年、後進としてしのげて無理核に劣せられた。くらいは24人の中で筆頭である。 同年、大層の長男で皇太子の李承犬が、拝着されると、第九子の新王李治を皇太子とすることに、成功した。李治を後継ぎに押したのは、第四子の義王李安氏よりも、李治の方が、長村無きにとって御や安いという目論みからであったと、される。長村無きは、大子大師、同中小門下三品となった。同中小門下三品の地位はこの時に始まる。 大層によって、高ークリエンセイが行われると、自重を兼ねた。帰還すると、大使大使を退き、要衆と督を、はるか領した。649年、大層の臨重にあたって、リオサムの貢献と、タスク生を託された。高層が即位すると、大尉に進み、中書令を兼業し、文科省と省書省を領地した。三人の子はの朝三大夫となった。時に、 将棋の竹寺氏が高層の男子を生んだため、これを皇后方に立てる議論が起こったが、長尊武器は竹寺氏立候に反対し、数度にわたって皇層に還元した。しかし、皇層に聞き入れられなかった。655年に竹寺氏が皇后として立つと、657年には貯水寮、雷渡るらが無本を布告されて左遷され、長尊武器は、 宮廷で孤立するようになった。六百五十九年、元慶僧が、理法説らに指示して、奉納事件をでっち上げ、その黒幕を、町村無期ということにして、構想に訴えた。構想は元、慶僧の弁説に説得されてしまい、町村無期の感触を削って、賢秀に流した。元、慶僧やり義婦がさらに彼の謀反を訴えたため、町村無期は、廃所で首を吊って自殺した。 674年になって、官謝を戻され、孫の町村元翼が釈意を継いだ。町村向きは、党ただし諸議や随所の編纂者としても知られた。ありがとうございます。